世界初還暦の振袖プロデュース市川團十郎。考え抜かれた還暦の振袖、歌舞伎俳優の市川團十郎さんの妹市川翠扇さんがブログを更新した。翠扇さんはブログで、先日知人の方の還暦のお祝い会に参加してまいりました。その方から還暦のお祝い会にお召しになる着物を新調されたいと、母にご相談いただいたのは2年前くらいでしょうか。しかも振袖を。母は、成人式の振袖は何度もデザインをしておりますが、還暦の振袖、初めてです。随分と悩んでおりました。プレッシャーもかなりあったようです。そしてしっかり時間をかけて試行錯誤の末、素敵な大人の振袖出来上がりました。お写真をお見せできないのが残念ですが、悩み続けた甲斐もあり、皆様へお披露目も無事済ませた後の母、晴れ晴れよかったね、おめでとうございますと綴った。ブログ読者からは、大人の振袖いいですね、私ももう一度振袖を着てみたいな、還暦祝いにお召しになる振袖素敵でしょうね、などの声がブログ読者から寄せられている。母きみこさんの振袖、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。